誰か助けてアンパンマン。いつアメリカから帰国したんだい？まったく、帰ってきたなら帰ってきたと一言くらい挨拶があってもいいではないか。ぼんやりしているともののけに食われてしまうかもしれないよ。まあこれから大貝さんに食われそうよ。言わせねえよ、下ネタでしょ。ボロの時、うわ、本当に連れてきたのか。失礼だね、人の顔見てうわって。あなたとコンビニ、ファミリーマート。とにかくだ、今夜はもう遅いからうちに泊まっていくといい。やったー、人間そんなもんな。さて、どちらが彼女を部屋までエスコートしようか。よし、俊荘に案内してもらおうかな。廊下が暗いからといって不埒な真似を働かないように。だそうだ、暗いからって俺に不埒な真似を働くなよ。なんでバレた、なんでバレた。俊荘さんに抱きついたんかい。俺を巻き添えにしたら許さないよ。絶対一緒に転んだろ。ひどいことはするかもしれないけど。やだ、意味深。何、脈あり。はい、おはすみ、はすみです。それではそれでは早速メイコイの続きをやっていこうかなと思います。その前にちょっとこれを見ていただきたい。オプション画面に行くわけ。これ強化ピョの声にしてんだけど、このね、あ、お、自動の簡易セーブをどこで行うか決められるんだってさ。まあ、こういう風に喋って説明してくれるんだけど、ヘルプの表示設定だってさ。あんたが助けてほしいって言うなら助けてやらないこともないけど、オートモードの速度設定だってさ。っていうのは置いといてさ、これ、これ文字に縁取りができるなんてすごい、見やすいぞ。可愛くない？ただこんな感じなんだよね。さあ続きをやっていこうかな。俊荘さんは私を部屋に案内するとさっさと1階へと降りていった。ていうか窓開きっぱなしなんだけど、不用心だな。あの人は一体。屋敷の中は薄暗くてただでさえ怖いのに、階段をしながらエスコートするなんてあんまりだ。あー、エスコートなんだろうか。ついだきついちゃった私も私だけど、そうだよ、あざとすぎだろ、だ、あざとすぎだろ。お約束に噛むという。でも俊荘さんはブツブツ文句を言いながらも私のペースに合わせて歩いてくれた。意地悪なんだか優しいんだかよくわからない。これがツンデレというやつですな。そんなこと思いながら私はゆっくりと部屋を見回した。かつて大貝さんのいとこが使っていたらしい2階の南側に面した部屋、マホガニー製のキャビネットや机、手触りのいいベッドのリネン類、それに映画に出てきそうな暖炉まである。ベッドのサイドテーブルに置かれたランプから油の燃える香りが、匂いがほんのりと漂った。正直招かれざる客にあてがう部屋にしてはあまりに贅沢だと思う。本当にいいのかな、何を今更。家具だけではなく、いとこさん、これいとこでいいよね。いとこさんが置いていった服も好きに使っていいらしい。なんとありがたく、パジャマ代わりに浴衣など借りてみたのだけれども、今季節ってさ、どの季節、春、秋、冬。今日は疲れた。私はベッドに横たわり格子窓の外に目をやった。窓閉めろよ。ぎょっとするほどたくさんの星が瞬き、愛も変わらず赤い月が浮かんでいる。こうして空を眺めていると今夜の出来事はすべて夢のように思えてくるから不思議だ。夢だったらいいな。こうしている今この瞬間も全部夢だったらいい。
の街をさまよったことも、馬に惹かれそうになったことも、あの鹿鳴館でのパーティーも全部夢。そして明日はここではない自分の部屋で朝を迎える。もちろん目覚めれば記憶は全て取り戻していて、私は一体誰なの。深い記憶の森をさまよっても出口は見えない。私はゆっくりと眠りに落ちながら、私はぼんやりと思い返す。月影に翻る塩ビ服、銀色に輝く鳩の翼、めくるめく奇術。まあ早い話、ここは明治時代の東京なんだ。君は僕のマジックによって平成から明治へタイムスリップしてしまったというわけさ。チアリだよ。チアリさん。そうだ、私を明治時代に連れてきたのはあの人。あの人にもう一度会わなければ。マスト。さあ、次の日。2日目。生理2日目は辛いよね。翌日、ドン。What? 眠りを貪っていた私を大砲を打ち込んだような爆音が聞こう、爆音が叩き起こした。爆音が叩き起こした。何今の音は。つっつっ。ガバッと体を起こし目をこする。徐々に視界が明瞭になり、見慣れない天井の模様が目に入った。飴色に光るキャビネット、使い込まれた重厚な机、すすで曇ったランプ、格子窓から差し込む日差しが品のいい調度品の数々を照らし出す。ここはどこ？さらに記憶喪失。ここは洋館の一室だ。鹿鳴館で出会った森鴎外という人の屋敷。ってことはやっぱり夢じゃなかったんだ。できれば夢であってほしいと願った。昨夜の出来事はどうやら現実だったらしい。目が覚めても私は未だにこの不可思議な東京にいた。明らかに現代とは違うこの東京に。へえ。自然とため息が漏れる。何が悲しいって、一晩経ってみても私の記憶は何一つ戻っていないことだった。人生そう甘くない。つまり現状自体は1ミリも進展していないということになる。1ミクロンもな。脱力したまま自分の制服に着替え、1階のサンルームに降りると、そこには春草さんがいた。例によって無表情のままソファーに座って新聞らしきものを読んでいる。らしきもの。おはようございます。ああ。私にちらりとも視線をよこさないまま春草さんは短く返事をした。鴎外さんは仕事に行ってるけど。あ、そうなんですか。おめえは何をしてんだよ。なんだよ。特に会話を続ける気もないらしい春草さんは黙々と新聞を読み続けている。彼は常時このテンションを保っているようだ。強引な性格の鴎外さんとは対照的でもある。確かにね。クールビューティーだね。どうしようかな。会話の糸口を探しつつ、私はふと柱時計に目をやった。気のせいか時計の針が12時頃を指しているように見える。昼か。12時。この時計だいぶ進んでいませんか。春草さんはちらりと柱時計に目をやった。この上なく正確だけど。え、嘘。嘘をつく意味がない。さっきドンが鳴っただろう。何ドンって。何ボス。誤報だよ。12時を知らせる合図。
12時とかさ、夕方の5時とかになるあれか、なんか音楽、カラスがカーカーみたいななんだっけあれ。そこで私はさっきの凄まじい誤音を思い出した。誤報ってあの音のこと？となるとやはりこの時計は正確だということだ。昨日は疲れていたとはいえ、まさか人様の家でのんきに昼過ぎまで爆睡していたなんて。あるある、全然ある。私なんかもう友達の家に泊まりに行ってさ、昼の 2,3 時まで寝てることあるからね。あのさ、はい、自分自身に呆れ返っていると顔を上げた俊曹さんと目があった。その格好、はい、どうにかならないの？んだと？はぁ？んだよ、喧嘩ってんのか？昼間からどうにかならないのと言われても、私は改めて自分の格好を見直した。昨日と同じ学校の制服に黒いタイツ。変ですか？変だよ。そうか、俊曹さんはブレザーよりセーラー服の方が好きなようだ。即答だった。足なんか出してみっともない。。その格好で近所を歩き回らないでもらえるかな。なんでやねん。俺はいいけど、大貝さんに迷惑がかかるから。それは大変だ。そう淡々と言い放ち、俊曹さんを再び紙面に視線を戻す。もう要は済んだと言わんばかり。ようやく喋り出したと思ったら、なんて辛辣なこの格好の一体どこが変なんだろう。ただのよくあるミニスカートなのに明治時代にいるのを自覚してんのか。もしかしてミニスカートがダメなのかな。まあ足を出しているって言ったからね。今崎俊曹さんは私が足を出していることをみっともないと咎めていた。でもタイツ履いてるからさ、実質足出してないんだよな。そういえば昨日から街で見かける女の人はことごとくはそう姿だったような気がする。鹿鳴館では裾の長いドレス姿で足を出している人なんて一人もいなかった。そんな中、ミニスカート姿の若い女子がうろつろしていたら、確かにハレンチなのかもしれなかった。可愛いと思うんだけどな。軽くへこんでいると俊曹さんはもう一度私を見た。ふみさんに行って着物を出してもらえば。確か女物がいくつかあったはずだから。着物着れないんだよ、着せてくれ。いえ、でも私そろそろ帰ります。もう十分お世話になったので。へえ、どこに帰るの？そして気のない返事をしてから彼は続ける。じゃあ自分の家を思い出したんだ。それはそう、私は何も思い出していない。帰るべき場所も私自身のことも。自然とうつむいてしまう私を見て、俊曹さんはふうと息を吐く。大貝さんからの伝言。はい。記憶が戻るまでの間、この家で生活しなさい、だって。えっ、びっくりマーク。私は目をしばたたかせた。ついつい大きな声が出てしまう。伝言を先に言わんかい。この家で生活ってここに置いてもらえるってことだよね。パーッと視界が開けたような感覚だった。他に行くあてもない私にとっては渡りに船以外の何者でもない提案だ。本当にいいんですか？いいんじゃない、俺も居候だし。あ、居候同士仲良くしようぜ。俊曹さんも。彼はこっくりとうなずき、再び紙面に視線を戻した。いつまで新聞読んでんだよ。熟年夫婦かよ。そう言われてみれば、俊曹さんと大貝さんは家族って感じじゃないもんね。俊曹さんを見たところ学生のようだから、どこかから上京してこの屋敷に下宿しているのかもしれない。どこだっけ、菱田俊曹の出身地って。長野とかだったっけね。でも本当にいいのかな。甘えろ甘えろ。自分で言うのもなんだけど、私はかなり怪しい女だ。記憶喪失とかいう時点でうさんくさいそんな女を滞在させてくれるなんて、大貝さんは少し、いや
かなり変わってるのかもしれない。まあそれはね、片鱗は節々で感じてたよね。そういえば大貝さんは6名間で私を助けてくれたんだよね。なのに私と来たら大貝さんを人さらいじゃないかと一方的に決めつけていた。何か裏があるのかもなんて疑心暗鬼になるばかりで、失礼な態度ばかりとっていたような気がする。なんだか悪いことしちゃったな。後でちゃんとお礼を言わなくちゃ。まあ大貝さんは大人だからね、気にしてないと思うけどね。このエビ茶色の袴はどうですか、はい、お若い娘さんにはよく似合うと思いますよ。いやそんな若いだなんて。あ、ありがとうございます。ふみさんが私に着せてくれたのは大貝さんのいとこは残していった袴だった。よく大学生が卒業式に着るようなあの袴だ。いとこさんが、女学校に通っていた頃のものらしい。それにしても大変でしたね。まさか着物の着方も忘れてしまうなんて、本当に気の毒で気の毒で。着物の着方はもともと知らんのよ。 いえ、まあ私が記憶喪失だと知ったふみさんはとても親身になって身の回りの世話を焼いてくれた。ありがてえ。着付けができないのも記憶喪失だから仕方ないと思ってくれたようで、一から丁寧に教えてもらったり。でもなんか本当にタイムスリップしちゃったみたいなんだけど。したんだよ本当によ。で窓いつまで開いてんだよ。鏡に映るハイカラな自分の姿はまさに明治の人だ。これが標準服だというのなら、ここはまさしくチャーリーさんの言う通り明治時代ということになる。明治時代か、現代から100年以上も遡る昔。本当に一体何の冗談なんだろう。これも何かのマジックなら、一刻も早くネタ明かしをしてもらいたかった。チャーリーいつ探しに行くんだ。ただいま帰ったよ。 おかえりなさい大貝さん。春草とかぶったよ。部屋で着替えてから1階に降りると、ちょうど大貝さんが帰宅したところだった。まだ明るいけどね。あ、おかえりなさい。いや、着替えたのかい。実によく似合っているではないか。知ってる。私の袴姿を見た大貝さんはにっこりと笑顔になる。しかし少々残念ではあるな。僕としては昨日の前衛的な服装も色気があって悪くなかったのだが。やだ大貝さん、どんな目で見てんのよ。犯罪ですよ。あんな目当服で近所を出歩かれたら、神経を患っているのではないかと噂されてしまいますよ。言い過ぎだろ。目当服ってなんだ。目当服って調べるからな。場合によってはマジで分かってんだろうな。ひどいからな。目当服、目当服、わかった。なんか洋服屋みたいな。着物、なんか呉服屋じゃなくて洋服屋みたいな。外国人の洋服扱ってるみたいな感じらしい。多分ね、多分。ざっと調べただけだからわかんないけど、まあそう、まあそういう意味では、まあ許してやろう。神経を患ってるは失礼すぎる。言いたいものには言わせておけばいいではないか。そうだではないか。大貝さんは快活に笑って私に目くばせした。その笑顔にちょっとドキリッとしてしまう。どんな服を着ようが個人の自由だ。そうだ。たとえふんどし一丁で外を歩いたところで他人が文句を言う筋合いはないと思うが。よっ、さすが大貝さん、ふんどし一丁で歩いてください。大貝さんは自由すぎるんです。春草さんはなんか不自由そうだね。やれやれといった様子で春草さんはため息をついた。ところでお嬢さん。はいよ。あ、はい。昼毛はまだだろ。せっかくだから3人で外に食べに行こうではないか。何か食べたいものはあるかい。肉。朝毛もまだだよ、昼毛どころか。そういえば私昨日から何も食べてないんだ。めっちゃ体重減ってそう。2キロぐらい減ってるだろ。という事実に気づき、今になって急激にお腹が減ってきた。これは1キロぐらい肉を食べないとダメだね。うん、
遠慮せずに何でも言ってくれたまえ。好きなものをご馳走しよう。肉。ああそうだ、築地西洋軒はどうだろうか、うん、鶏肉製のスープにタイの西洋風蒸し焼き、それにオムレツライスというのも悪くない。オムレツライスってオムライスのこと、まあ、タイ大好きなんだよな。それでお願いします。肉じゃないけどいいわ。それで何やら高そうなメニューが並び、私はブンブンとかぶりを振る。さすがにそこまで厚かましくはなれない。いえ、そんな豪華なお昼じゃなくていいです。もう牛丼とかでいいんだよ本当に。牛丼ないか。牛丼明治。ああ、牛肉が食べたいのかい。いかにも牛といえばイロハだ。よし、早速行ってみることにしよう。行くぜ。肉肉肉。ふむふむと大貝さんがうなずく。すると春草さんがひんやりとした視線を私に送ってきた。贅沢なやつ。だった。だって大貝さんも何でもいいって言うから。え、私は唖然としてサンルームを出ていく二人の背中を見つめた。贅沢なんて言ったつもりはない。むしろ牛丼は庶民派グルメの代表格のはずだ。現代ならね、この時代の肉って贅沢いんだろ。でも明治時代に牛丼なんてあったっけねえんだよな。気づいてほしいんだよな、そろそろ。大貝さんの家から人力車を走らせて数十分、日本橋区と呼ばれる場所の一角にいろはと呼ばれるお店はあった。大きな2階建ての日本家屋で、正面ののれんには赤い文字で大きく牛肉と書いてある。窓にはステンドグラスがはめ込まれていて、日の光をキラキラと反射させていた。綺麗。まあ私の方が綺麗だけどね。がしかし、ここは私の知っている牛丼屋とは随分と趣が違う。気づけ、牛丼屋というより、割烹料理店のようなよそ行きの雰囲気が漂っていた。ねえ、早く入れば。ポカンと店を見上げている私に春草さんが声を放つ。ごめんなさい、でも綺麗な窓だなって思って、私よりは別にそんなに綺麗じゃないんだけどね。え、別に珍しくもないと思うけど。え、そうなん。珍しいですよ、私の知っている牛丼屋さんにはこんな綺麗な窓あります。いつまで牛丼屋になってね。もうはてなで、記憶喪失だからほっといて。春草さんは小首をかしげながらステンドグラスの赤い部分を指さした。クリムソン霊気、ウルトラマリンにビリジアン、ガム帽子。日本語で OK。 は？ステンドグラスの色の名前だよ。全部舶来物。牛屋の窓はだいたいこんな感じの作りだけど。いいね、早くもスチールをゲットしたぜ。ていうかこの大きいリボンなんだ。こんなんつけてたっけ、こんなリボン。え、こんなんつけてた。こんななんかセーラービーナスみたいな大きいリボンつけてたっけ。そうなんですか。聞き慣れない美しい色の羅列が耳に残る。なんだか魔法の呪文みたいだ。そうだね、なんかセーラームーンの技の名前かもしれない。ビーナスラブミーチェーンみたいな。全然違うか。あ、そうだよね、画家だもんな。すっかり忘れてた。からかうように大貝さんが言うと、春草さんはわずかに眉間を険しくさせる。この程度、画学生なら常識の範疇です。へえ、まあ美大生って感じだよね、現代だと。春草さんって美術学校の学生さんなんだ。なるほど、道理で色の名前に詳しいはずだ。でもなんだか意外だな。普段は淡々としている春草さんがどんな絵を描くのか少しだけ見てみたいような気もした。あの黒き猫を見よう。黒き猫、一番有名なやつ。さあ
どんどん食べたまえ。それじゃあ遠慮なく。私の目の前に置かれた鉄鍋の上には赤くてみずみずしい牛肉ネギがこれでもかというほど盛られてる。やっぱよだれ出てきたんだけど、もうお腹すいた。すいません、私も牛肉食べたいです。そろそろご飯時なんだよな。湯気とともに、立ち上る甘い割り下の匂いがさっきから苦しいほどに私の食欲を刺激してやまない。これはすき焼きか。いいねいいね。すき焼きにね、卵をね、こうくぐらせてね、そのまま白飯の上にドーン。これがいつも美味しい食べ方。肉、夢にまで見た牛肉。目の前にあるそれは牛鍋という牛丼というよりすき焼きに似た料理だった。やばい、肉のランクは上等と並等の2種類があり、大貝さんが気前よく前者を注文してくれたのだった。牛肉上等。いただきます。いただきます。うんうん、たくさん食べなさい。足りなければ追加すればいい。パパなんていい人なんだろう。牛肉を好きなだけ食べさせてくれるなんて、まるで神様のような人だ。大貝さんの背後から後光が差してるように見えた。単純か。どうだい、いろはの牛鍋は。うめえ。さ、最高です。一口食べてみて、美味しいとしみじみ思った。割り下のしびた柔らかな牛肉が私の疲弊した心をみるみると癒していく。でもどうして私なんかにこんなに親切にしてくれるんですか。決まってるじゃん、可愛いからだよな。そうだろ。昨日からずっと疑問に思っていたことを思い切って尋ねてみることにした。見ず知らずの人を家に入れて素敵な服とご飯までなんだか申し訳なくて。すると大貝さんは箸を止めてにやりと口角を持ち上げた。あ、怪しい。怪しいぞ。そんなの決まっているではないか。可愛いご婦人に感謝されたいからだ。男前は。私はポカンと口を開ける。あまりに斜め上の返答だったからだ。お前は今、うん、僕に対して猛烈に感謝したい気分になっているだろう。せやな。何せ僕はお前を怖い警察官から救い出し、うん、寝床を提供し、さらには上等の牛鍋まで食べさせているのだ。うん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 、そうなんだけど、事実なんだけどさ、そうなんか言葉にして言われるとなんだか恩着せがましいぞ。ここまでされて感謝したくならないはずがない。まさかその感謝の気持ちに透け込んで私を牛鍋の牛肉のように食べ。言わせねえよ。下ネタでしょ。うん、はあ、それは確かにその通りだけども。さ、どんどん牛肉を食べて、どんどん僕に感謝するといい。やべえ、これから嫌というほど恩を売らせてもらうつもりだから覚悟してくれたまえ。なんだか低層の危機を感じるわ。覚悟してくれたまえと言われても謙虚なんだか横暴なんだかよくわからない。あれ、これちょっと大貝さんルート行っちゃうかな。私はしばし愛してからとりあえずお礼を言っておくことにした。難しい感じ多くない。ありがとうございます。惜しい、実に惜しいな。何がだ。はてな。ありがとうございますご主人様だろ。ん、ちょっと何言ってるか分かんない。大貝さんの目が光る。箸を持つ私の手が瞬時にフリーズした。大貝さん、冗談が過ぎますよ。あ、冗談か、変態かと思ったよ、うん、フリーズした私を評価させたのは春草さんの人声だった。そっか、冗談だよね。ちょっ
か冗談に聞こえないんだよな。なんだい俊曹、冗談ではないのだけどな。やっぱり変態だ。冗談じゃないんだ。ドン引き。私は二人の顔を交互に見て密かに戦慄した。なんだか偉いところに世話になろうとしているような気がするのは気のせいか。どうしてなんか癖ありすぎじゃねえか。大貝さんは変態だしさ、優しいけど変態だしさ、俊曹はなんかぶっきらぼうだしさ、どうすんのこれ。本気にしなくていいから。はい、そのつもりです。この人ちょっと変わってるだけだから気にしなくていい。ちょっとかね。まあ私からすれば俊曹も十分変わってると思うんだけど。俊曹さんは私に小声で耳打ちした。私たちの会話などそ知らぬ風だったように見えて一応話は聞いていたらしい。でも気にするなって言われても気になっちゃうんだけど。ここはとりあえず話題を変えておこう。あの大貝さんはどんなお仕事を。軍医で軍医、うん、僕はね、牛込の陸軍軍医学校で衛生学を教えているのだよ。あ、先生なんだ。お医者さんなんですか。まあいろいろだ。いろいろね。あ、そういえば私の脳内でパラリと歴史の教科書が開かれる。確か森鴎外という人は作家のみならず官僚や医者、軍人などというさまざまな肩書を持っていたような。あ、そうか、すげえな。じゃあ、言いにくいな。俊曹さんは大貝さんの学校の生徒なんですか。ちげえだろ。あれ、でも俊曹さんは美術学校の生徒なんだっけ。そうよそうよ、美術学校と軍医学校は明らかに違う。すると大貝さんは、うん、俊曹の通う東京美術学校にはたまに美術解剖学の講師として移植されることもある。すごい幅広いね。まあある意味生徒といえば生徒とも言えるのではないかな。うんうん、へえ、そうなんですか。どうやら大貝さんはいろんなところでいろんな仕事をしているらしい。ざっくりだな。もしかすると私が思っているようにすごい人なのかもしれない。いや、もう肩書きだけですごすぎるでしょ。じゃあお二人はその美術学校で知り合って。違う。はい、そんな力いっぱい否定しなくても。それまで黙っていた俊曹さんがいきなり会話に入ってきた。俺と大貝さんが会ったのはもっと前。ほう、もっと前。大貝さんが東京美術の講師になる前だ。ほう、初めて会った時のことかい。随分と懐かしい話をするではないか。大貝さんは漬物をつまみながら懐かしそうに目を細める。聞かせてよ。懐かしむほど昔でもありませんが。確かお前がうちの目の前で猫を口説いていたんだっけな。なんて。あ、俊曹さん、そちらのご趣味が猫を口説く。私はギョッとして俊曹さんを見た。言いにくいよ。口説いてなんか。隠すな隠すな。いや、あれは実に熱烈な求愛だった。俊曹さんは実は人間の皮をかぶった猫なのかい。世の中には愉快な輩がいるものだと思ってつい家に呼び込んでしまったのだったな。その話詳しく聞きたいんだが。俊曹さんはわずかに片眉を上げる。表情の変化に乏しい人なので分かりづらいけど、ちょっと不機嫌になっているのかもしれない。猫か、まあ確かに俊曹猫っぽいよね。人は見かけによらずというか、世の中にはいろんな趣味の人がいるもので。そうねそうね。でもね、それをやっぱりね、自分の心の内にしまってそっとしておくのがね、優しさってもんよな。でもまさか猫とはちょっとしたカルチャーショックだった。何。そう、そんなに睨まなくたって。いくら私が猫じゃないからって。 いえ、何でも。じろりと睨まれてしまい慌てて視線をそらした。あれはシェイクスピアも驚きの口説き文句だったな。俊曹には画才だけでなく文才も備わっているのかもしれない。マジ
て聞かせて聞かせて、大貝さん。それを言うなら、俺も大貝さんの家に初めて入った時かなり驚いたんですが。何よ、なんか、持ってんの？その秘話を。いきなり裸だったじゃないですか。あら、あらやだ、あらやだよ。どっかの近所のおばちゃんかよ。裸がなんだと言うんだい。別に普通だろう。ま、家の中だったらセーフかな。普通じゃありませんよ。大貝さんは裸族だったらしい。その了見は狭いと言わざるを得ない。自分の家なのだから、どんな格好でいたって構わないではないか。まあまあまあ、そうね。なんかふんどし一丁で歩くみたいなことも言ってたしね。客人の前でしていい格好ではありません。それは全くその通りだ。はてな、猫とか裸とかさっきから会話の内容がちっとも見えない。まあだから二人とも変態だったっていう話よ。私はもう少し二人の関係について詳しく聞いてみることにした。ここで選択しか、どっちも気になるな。というわけで今回はこの辺にします。まあきっとルート的にね、どちらのルートに行くかっていうので、まあ大貝さんルートと春草ルートとだと思うんだけどね。まあまあ今回はこの辺にしようかな。今回も見てくれてありがとうございます。漢字が読めなくて大変申し訳ございませんでした。ではでは、今回はこの辺で終わります。また次回もよろしくお願いします。バイバイ。